はい、アッキーとちーちゃんです。ちーちゃんです。イエーイ。そう、ちーちゃんとはね、インスタで知り合って、それからずっと仲良くしてもらってる子です。はい、しかも今日はなんと偶然なことに ACG の色違いで。そして今日は何の動画を撮るかというと、私ずっとやりたかったことがあって。何ですか？それはちょっと軟骨にピアスを開けるっていうことをやりたくて。痛い。そう、絶対痛いんだけど。開いてないよ。どこに開いてる今？普通の1個1個か。でも2個1個とかにしたいけど。ああね、今1個塞がって2個1個なんだけど、もう軟骨だけ怖くてやりたいと思ってできてなくて、それを今日ちーちゃんがいるときに、ノリでやってしまおう。ノリ、ノリで、ノリで、ノリが一番。オッケー。って感じで。はい。お願いします。わかりました。頑張ってください。お願いします。ハロー、アッキー。そう、でもなんか軟骨でもいろんな場所があるらしくて。軟骨ってここ全部。ここ全部とあと中のもう軟骨。そう、中も。あるらしい。でその痛い順のランキングっていうのを調べたら、1位がスナック、2位がロック、でどこ？ロックね、どこってなるよね。3位がインナーコンク。なんか結構うちインナーコンクってよく聞くんだけど、でそのちなみに1位のスナックっていう場所は、鼻からキュウリを出すぐらいの絶対痛い100% 痛い。その中でも一番痛くないヘリックスっていうとこが、この辺かな、見えるとこ。あ、可愛いとこ。そう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 、見える、見える、うんうん、ピアス開けるときさ、どこで開けた？病院か。あ、そうだよね。なんかちーちゃんは病院でね、開けたって言ってたけど、ました。そう、多分自分で開ける方法にはピアサーとニードルがあるんだけど、ピアサーはなんかよく売ってるじゃん。よく見る。そうだよね。それしか聞いたことない。そっか、流通してないのか。ニードルってなんか名前からしてやばそう。そうだよね。ニードルはめちゃくちゃ太い針をもうつぶつぶみたいな感じでやるなんだけど、さすがにね、さすがに怖いなっていうので、ちょっと今回はこれを買ってきました。じゃじゃーん。これはどこで買ったんですか？これはね、下北のよくピアスとか買うお店があるんですけど、そこで軟骨用なりますかって言ったら、これが、あ、やっぱ軟骨用って分かれてるんだ。そう、そう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 。14ゲージ。多分普通の耳たぶは16？なんか大きい方がちっちゃいらしい。大きい方が穴がちっちゃい。数字が大きい方が。そうそうそう。穴がちっちゃい。うん。で、開ける前になんか大事なのが場所を決めること。あ、確かに。そう。なんか病院でも印みたいなのつけた。あね。うん。そう、だからちょっと油性マーカーで最初ちょっとつけようかなって。怖いよ。まだ開けないけど。うん。で、オッケー。わかる？見える？あ、見える、ね。見えない。でもちょっと黒ポチみたいな。ここに開けます。あ、怖い。怖い。ちなみにちーちゃんはピアスは初心者らしい。やったことない。やばい人に頼んじゃった。めちゃめちゃ怖い。めちゃめちゃ怖い。え、ここも勢いで。あ、もう、あ、待って。あ、いい。合わせて。まあ、合ってる？合ってるよ。え、合ってるでしょ。うん。したらもうガチャンって言ってんの。そう。待って待って待って、怖い怖い。いきます。よ、はい、せーの、いっせーので、ちょ、待って待って待って、はい、せーので、あ、待って待って待って、最後まで行ってる？行ってるよ。痛い。痛いの？うん、え、この話いいの？話していいよ。通ってる？え、通ってるよ。なってる？え、なってるよ。全然痛くない。本当に？え？怖すぎる。全然痛くなかった。え？こっちが怖すぎる。明日痛いよ多分。
い。なんかね開けた瞬間はね、うん、マジでえ本当に開いたみたいな、でもね今ちょっとジンジン来てる、ちんちゃん作怖いピアッサー処女をね奪いましたこれ安定するまで ね、安定するまでがね確かにだよね、軟骨って安定するの大変大変っていうもんね、そうこっち下にして寝れないかも、そこだけ気をつけて、本当冷やした方がね、開ける前に冷やした方が、初めての人とかはいいかもしれない。ハローアッキー、はい、ってことで今日はちーちゃんに念願の軟骨にヘリックス、うん、でもめっちゃいい感じ、ありがとうございます。いや全然こちらこそ初体験を、なんと軟骨でやるというそんなね、言ってくれた優しいちーちゃんのインスタとかねしてるので、よかったら概要欄にあるのでチェックしてください。イエーイ、またねなんかいろいろ企画とかできたらいいなと思います。ぜひともよろしくお願いします、はい、ってことで、はい、アッキーとちーちゃんでした。ありがとうございました。バイバイ。ということで、この軟骨のピアス開けて今1週間ぐらい経とうとしてます。ちょっとまあ軽く話すと、最初全然開けた時痛くなくて、なんかだんだんちょっと腫れてきたなと思って、で別に有無とかじゃないんですけど、骨自体がこう硬くなる感じです。まあ、とりあえず多分安定するまでは 1,2 ヶ月ぐらいちょっとつけっぱなしでいなきゃいけないので、まあ、多分ピアス全般言えることだと思うんですけど、お仕事の都合とかで外さなきゃいけない人は、まあ、場所とかにもよると思うんですけど、ちょっと注意が必要かなと思います。まあ、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、こっちと比べて腫れてる感じです。まあ、でも特に触んない限り痛みとかはありません。ということで、アッキーでした。バイバイ。いつも仲間とチャイミング、時に意味しな返し、いつも仲間とチャイミング、猫持ちレレレレレレ。045マイタニは花びら舞う街、行きつけの焼肉屋、荷物を持たないでメイデイ。